ハイレ・ゲブレセラシェは、エチオピアの陸上選手。専門は長距離走、マラソン。彼の名前は、ハイレが、本人の名前、ゲブレセラシェは、生ではなく父親の名前である。その意味では本人を特定するのに、ゲブレセラシェと略するのは正しくないが、日本も含めたマスメディアにおいてはこれを生とみなして表記することが多い。ゲブレセラシェは日本語では、 ゲブレシラシエとも表記される。身長1 6 4トルと小柄ながら圧倒的な強さで皇帝と呼ばれるエチオピアの国民的英雄である。5 0 0 0ル1万メートルハーフマラソン、マラソンの元世界記録保持者。1992年9月18日、世界ジュニア陸上競技選手権大会の1万メートル走において優勝したが、 レース中にもかかわらず、ゴール直前に殴りかかられるという前代未聞の事件の当事者となった。これは、あまりに前に出ず、トップの選手にぴったりとくっつく、いわゆる小判ざめのような走法に徹し、なおかつゴール直前に1位の選手を抜き去ったためである。引っ張り役を押し付けられ、苛立ったケニア選手は、後ろから、ハイレの背中をオーダーして突き飛ばしたが、そのまま二人ともゴールした。なお、 この事件により、マチュカは失格となり、順位が繰り上がった渡辺康幸が銅メダルを獲得している。1万メートル層において1993年から1999年まで世界陸上4連覇を果たし、1996年アトランタオリンピック2000年シドニーオリンピックでも2連覇。1998年には、 ワールドアスレチック柄で年間最優秀選手に選ばれる。5連覇を狙ったエドモントン世界陸上では故障明けの影響で銅メダルに終わる。2004年アテネオリンピックは直前の故障による影響で5着に終わり、ロードレースへの転向を宣言する。マラソン初出走の2002年ロンドンマラソンでは3位に終わったが、2005年2度目のアムステルダムマラソンで、 マラソン初優勝を果たした。2005年には10マイルの世界記録を更新する。2006年は、ハーフマラソンと IAAF 飛行人の 25km 走で、世界記録を出す。2007年は、ロンドンマラソンを 30km で途中棄権したが、ベルリンマラソンではトラックでも長年ライバルであるポール、テルガとの世界記録を破る2時間4分26秒の、 世界新記録をマークした。2008年3月10日、金メダルの最有力候補と目されていた、北京オリンピックマラソン競技について、北京市の大気汚染が、持病の図打に悪影響を及ぼす恐れがあるとして1万メートルでの参加に切り替えた。しかし、実際に北京に来ると澄んだ空を見て、北京市の大気の状況は想像以上に良く、欠場を後悔していると述べた。 北京オリンピック1万メートルでは、途中戦闘に立つ場面もあったものの、第6位に終わった。なお、同種目の第1位と第2位は、後輩の懸念にさべけれ、シレッシヒネであり、エチオピア勢、ワンツーフィニッシュをお膳立てした形になった。2008年9月28日、ベルリンマラソンに出場、自らが保持する。 マラソン世界記録を新たに塗り替える2時間3分59秒のタイムで優勝した。この記録は2011年のベルリンマラソンにてパトリック・マカウに抜かれることになるが現在でもマラソン世界歴代8位の記録である。2010年には毎年1月に行われるドバイマラソンの3連覇を達成。同マラソンでは世界記録達成者に100万ドルのボーナスが支払われる。 ことになっているが、自らの記録は抜けず、ボーナス獲得には至らなかった。同年11月7日に行われた、ニューヨークシティマラソンでは25キロ付近で、右膝の不調のため棄権した。ありがとうございます。